沖縄県立博物館美術館で民族の方の部門を担当しております学芸員の大和ゆかりと申しますよろしくお願いいたします今日はですね沖縄の人々が生活の中に自然素材のものを生かしてですねいろんな道具民具とかそういったものを作っているということをちょっと紹介していきたいと思いますどこの世界でもやはり自然のものから物を取り出して自分たちの道具として使っていくっていうのはあると思うんですが特にこちらではやっぱり亜熱帯の気候で で育っっっててきたた植物そういったもののをよく生活の中に使っています上の方から見ますとこれは日本ではビロウと呼ばれているクバの木ですねそしてその横がシュロウレインコートですね今言うです両方ともヤシ科の植物ですけどそういったものから作っています。 それからアダンとかですねススキとかこの下の方を見ていただきますと実は植物だけではなくて海に囲まれた沖縄は貝類とかそういった自然のものも生かして生活の道具にしていますそしてこの下は竹ですねそれからこれカヤというものですねこういったものが生活用具になっていきます。特に紹介したいいののはやはやりクバの木からできている ミンクですねクバは生活の中でよく使われていた素材の一つです特に傘とかそういったものは非常に壊れやすいんですけれども壊れた後ですぐ修理をしたりっていうことができるように生活空間の中の屋敷の中にクバの木を植えてですねそしてこのクバの木で修理をしたりとかっていうことで使っていましたこういった風にですね沖縄の人々はその生活の中でいろんな植物を取ってきて物を作ったりあるいは直したりということで生活 してきたわけけなんですけど残念ながらそれがだんだんプラスチックとかそういったものに変えられて現代社会ではなかなかこういったものを使う機会がなくなってきていますですけれども今でもですねこういったクバガ傘とかですねクバジとかですねこういったものを作っていらっしゃる方もいますし漁村とか農村ではですねこのクバガ傘でもですね形がちょっと違うんですけれどもそういったものを実際にまだ使ってらっしゃるというところもあります。 こちらはですね昭和初期ぐらいの民家を再現した台所の部分ですね昔はこちらで煮炊きをしておりますこの中にいろんな生活道具が見ることができるんですけれどもまず炉の中に「神明ナービ」という鍋がありますね。昔はここで いろんな調理をして煮炊きをしてますけどこれは今のコンロとかそういったものですねここで一番まあ紹介したいなと思うのはこの詐欺蒸気というかごがあるんですけれどもこれは今でいう冷蔵庫にあたるわけなんですね昔はその冷蔵するものはなかったんですけれども物を保存する時に一番の大敵はやはりネズミとか虫とかそういったのが来ないようにすることそして腐れにくくすること というようよなことがありますけれどもこれを下げておくことによってネズミが寄ってこないっていうことと実際本当はここじゃなくてですね土間ではなくてもう少し風通しのいい縁側とかそういったところにこれをかけておいてそうすると風通しがいいので腐れにくくなるということで蒸したものとかあとお餅とかですね作って余ったものを置いておく保管するような容器だったということです。今はももううう電電気気製品がたくさんありますけど電気のないい時代もこういうふうに いろんな知恵を絞ってですね道具を使っていたということですこちらが沖縄の家の中を守るような眉毛のものをちょっと示したパネルです こういったものが実はこの民家の展示の中でいろんなところに掲げられているので子どもたちにですね探探ししててててごららんんって言っ言一緒にもらうわけなんです昔のお家は玄関じゃなくてすぐもう縁側の方に来ますけどその縁側の片隅にこういう札があったりとかあとお家の四隅の方にこういう玄と呼ばれてすすきをこうぐるぐるっと巻いたやつとかですね。それからあの何から何 人にごちそうを持っていく時とかあるいはお墓に重箱を持っていく時必ず今でもこの「3」という結び紐を必ず置いてそうするとがが入っってここなないといととううようなことがあったりします貝殻の製品も結構よく使われていてこっち側を見ると探すことができますけど貝殻でもトゲトゲってしてるものは魔除けになりやすいということでこういうトゲたものとかあとシャコガイですねこういったものも「ムン抜きムン」っていう名前である 博物館の展示では昭和の初期ぐらいの生活空間を再現していますけれども是非こちらに来ていただいてこの資料が今の何にあたるのかなと自分たちに置き換えたら何をこの頃は着ていたのかなとかそういったものを見つけていただければいいなと思います。